皆さん、こんにちは。2020年1月にリリースした、エビスカヒット誌、2020年のレコード大賞最優秀新人賞を獲得した真田ナオキさん。韓国籍と言われる真相や姉の職業に言葉を失う。今日は、真田ナオキさんのことについて紹介します。まずは、真田ナオキさんの経歴とプロフィールから紹介します。真田ナオキは、日本の男性演歌歌手、小学生、中学生生活を空手、野球に捧げ、全力を注ぎ込む毎日を送った後建築業に就く。19歳の時家族から歌手の道を強く勧められたが、がん何拒む日々が続き、約2年が経ち人生を変える出来事が起きる。2011年3月の東日本大震災、多くの歌手による被災地訪問に心を動かされ歌手への道を決断。とにかく人に聞いてもらえる声を作りたい。この一心で人気のない海辺で喉を潰し強い歌声にする日々を送る。2015年に後の師匠となる吉幾三を前にして歌う千載一遇のチャンスをつかみ、2016年4月、レイコンでデビュー、2019年に定地区へ移籍、2020年1月にメジャーリリース第1弾シングル、エビスを発売し、自身初のオリコン週間シングル演歌歌謡ランキング1位を獲得。2020年間優先ヒット演歌歌謡曲ランキング第1位、そして第62回日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞。演歌界きってのツバメ党で、2022年は東京神宮球場でのヤクルトスワローズ対中日ドラゴンズ戦の始球式を行った。また競馬の知識、着眼点は目を見張るものがあり、そのレベルの高さに注目する競馬関係者からの番組出演が後を絶たない。さらにネイブデビューランウェイショーに出演し、初めてモデルとしてランウェイを経験するなど、声だけでなくクールなルックスにも注目が集まり、活躍の場を広げている。真田ナオキは韓国人で、嫁や家族は吉幾三の弟子で声がやばいということでまとめました。真田ナオキさんは韓国籍の韓国人なのか。結論から言って、真田さんは日本国籍をお持ちの日本人であると思われます。ではなぜこのような噂が出てしまったのか。その理由として2つのことが考えられます。1つは、真田ナオキさんの祖母が韓国から日本へ来た方ということ。真田さんの父親桂隆二氏によると、真田さんの祖母は7歳の時に一人で韓国から日本へやってきたとのこと。私の母は87歳、母はわずか7つの都市に言葉もわからぬ他国に単身、おばあちゃんを訪ねて韓国から海峡を渡ってきた人、苦労して苦労して今は亡き父と結婚、我々男ばかりの5人の子供たちのために必死に働いてきた。真田さんの祖母が韓国人なのか、日本から韓国へ行かれていた方なのかは分かりませんが、このことから真田ナオキさんは韓国人ではないかとの噂が出た可能性はあると思います。真田ナオキさん韓国人説の2つ目の理由として、真田さんの憧れの人物が韓国の歌手というのがあるかもしれません。真田さんは山本譲二さんが発掘したパクジュニョンさんという韓国出身の歌手の方に憧れており、テレビ番組で共演をされています。また真田さんは毎日キムチを食べていると公言しています。このことから真田ナオキさんのイメージが韓国に近くなっていった可能性も考えられると思います。さらに真田ナオキさんは山本譲二さんが発掘した韓国出身の歌手パクジュニョンさんに憧れていることを公言しており、以前にテレビ番組で共演したこともあるようなんですよね。また真田ナオキさんは2019年12月に開催された日韓の友好イベントである第1回 KJ 国際フェスティバルにも出演していたようです。真田ナオキさんが日本国籍を持つ日本人であることはまず間違いなさそうですが、こうして見ていくと韓国とは少かなからぬ縁があるようですね。真田ナオキの母親は韓国人なのでしょうか。父親や姉もいるということでしたが、有名人という噂も。2023年結婚歴があって子供が5人いることが判明した吉幾三の弟子の真田ナオキ。爽やかイケメンの真田さんの家族ってどんな人なんでしょうか。
ズバリ真田ナオキさんの母親は韓国人ではありません。真田さんのアメブロには母親の誕生日を祝っている様子が記載されています。目元が真田さんにそっくりですよね。なぜ韓国人とネット上で噂されているのか言うと、真田さんの父方の祖母が7歳の時に韓国からおばあちゃんを訪ねて日本にやってきたそうです。真田さんの曽祖母が日本人なのか韓国人なのかははっきりしませんが、7歳まで韓国に住んでいたということは、真田さんの父方の祖母が韓国人の可能性が高いです。なので真田さんのルーツが韓国にあるとも言えますね。なお真田さんのご両親は真田さんが子供の頃に離婚しています。真田さんは母と姉と一緒に暮らしていましたが、大人になってから父親と交流するようになったようです。真田さんの父親は演歌歌手の桂隆二です。真田さんのお父さんも演歌歌手だったんですね。歌が上手なのは遺伝なんでしょうね。桂隆二さんは埼玉県南浦和でカラオケラウンジ愛花を経営しています。口コミではママさんが美人とのこと、真田ナオキさんの兄弟について調べてみたところ、どうやらお姉さんがいることが判明しました。というのも2018年8月、当時夏休み中だった真田ナオキさんがツイッター上でファンからの質問に答えるという企画をされており、その中に次のようなコメントをツイートされていたからです。姉とは友達みたいな感じでした。ちっちゃい頃は喧嘩をしましたが、中学くらいからはずっと仲良しです。このコメントから察するに、お姉さんとはあまり年が離れていないようですね。さらに真田ナオキさんのお姉さんについて調べていくうちに、こんなツイートを発見してしまったのです。真田さんのお姉さんは桂隆二さんのアメブロに登場していますが、とてつもなく美人ですね。2017年4月に29歳ということは、2023年に34歳になりますね。真田さんのお姉さんは関口綾さんといって、実は日刊スパという雑誌のインタビューに答えています。インタビューから分かったプロフィールをお伝えします。関口綾18歳、大宮と歌舞伎町キャバクラ勤務、21歳結婚&推奨売り引退、22歳出産&離婚、27歳水商売に復帰して銀座で働き始める、31歳より銀座クラブ7へ勤務、趣味ゴルフ。インタビュー当時の話では、シングルマザーで小学5年生の息子さんがいるということでした。銀座7へで働く以外にも会社経営や美容コンサルタントとして活躍、コロナ禍では17ライブでゴルフライバーとして毎月100万稼いでいたそうです。離婚した当時は生活保護も受けていたそうですから、ここまで成功したのがすごいと思います。関口綾さんは2021年ナイトクイーングランプリのカサブランカ部門でグランプリに輝いています。とてつもなく美人なので納得です。吉井久蔵さんによる楽曲提供プロデュースで2016年にデビューした演歌歌手真田ナオキさん、キャリアこそまだ浅いですが、昨今の演歌男子ブームの一角を担うイケメン実力派として要注目です。結婚はしているのか、嫁はどんな女性なのか関心が高まっているようですね。後に師匠となる吉井久蔵さんに歌を聴いてもらうまたとないチャンスをつかみ、2016年4月にレイコでデビューした真田ナオキさん、これまでリリースしたシングルは3枚、アルバムは1枚という3年目の新進歌手です。シングルは3曲すべて吉井久蔵さんの手によるもの。最新曲の宵のブルースはオリコン演歌歌謡チャートで初登場5位に輝き、ロングヒット中です。男らしいハスキーな歌声が素敵ですね。真田ナオキさんを俺の弟子と呼ぶ吉井久蔵さん、若いながらも内に秘めた力強い男らしさとジャニーズ系のビジュアルに惚れ込んだようです。吉井久蔵の娘歌手経由に激怒の理由、息子は経営者、子供には厳格だった、10代の頃は地元の埼玉市から東京に遊びに来るたびにスカウトが寄ってきたという真田ナオキさん、2019年12月に30歳を迎えますが、自身のブログのプロフィール欄に未婚とありました。嫁はいないということで、女性ファンは一安心でしょうか。
6月1日付で新しい事務所テイクオフへ移籍し、今は新曲のリリースに向けてお忙しのようです。さらに12月には30歳の誕生日を祝うショーイベントが東京、大阪で開催予定。そして何よりのビッグニュースは初の単独コンサートの決定でしょう。芸能界という大海原に船出したばかりの新人歌手にとっては仕事に邁進する時期なのかもしれません。2023年の3月に所属事務所が認めた報道によると、なんと真田さんは5児の父親ということです。19歳の時に交際を始めた中学の後輩女性と2011年に結婚しており、翌年に第一子が生まれました。その後2人誕生しましたが、仕事のすれ違いにより2015年に離婚しています。2016年に歌手活動をスタートさせた真田さんですが、離婚後も前妻との関係は続いていました。その後さらに2017年、2018年と立て続けに2人の子供が誕生し、現在は5児の子を持つ演歌界のビッグダディと呼ばれているようです。離婚歴があるだけでなく、まさかの5児の父ということに驚きました。現在は養育費を払いながら離れて暮らしているという話です。真田さんはおつつさんも演歌歌手ですし、5人もお子さんがいれば1人くらい同じように演歌歌手としてデビューするような将来もあるかもしれませんね。演歌歌手としてはもちろんですが、スポーツマンとしての才能もありますし、これからもっといろんなお仕事での活躍が期待されます。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。